はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、カレー会でございます。本日ね、お伺いしているお店は、大食いの方がこぞって行っているお店、もうこれ画面の後ろに見えておりますね。カレーハウスインディーさんでございます。こんな感じでね、しのけんくんだったりとか、マックスさん、ゾウくん、エビマヨちゃんも来てるというね、もう本当にね、大食い YouTuber さんがかなりの確率で来てると。僕もね、カレーを食べたいなということで、本日はお伺いさせていただきます。で、みんなチャレンジメニューとかはやってるんだけれど、こんな感じでね、トッピングすごい豊富なんですよ。なので本日ね、僕がいただくのはお店おすすめのトッピングをね、特盛にしていただいた5キロの特製カレーを食べていこうと思います。今回僕はですね、チャレンジメニューではないので、いろんなトッピングだったりとか商品をね、紹介しつつ美味しく楽しく食べていこうと思います。ということで、ただいまね、店内に入っておりますが、まあ、こんだけねカメラが引きということは、めちゃくちゃでかいサイズが登場いたします。他の方見てる方は分かるかと思うんですけれども、今回はね、 OK でカレーをいただこうかなと思っております。で、こちらのね、インディーさんなんですけれども、もともと大食いのチャレンジメニューがあるみたいでして、こんな感じでですね、1キロから5キロまで様々あるんですけれども、今回はね、こちら既存である5キロのものではなくて、特別にね、別メニューとしていろんなトッピングを持っていただこうかなと思っておりますが、通常のやつでもさ、もう揚げ物系が目白押しですね。めちゃくちゃうまそう。ということで、ただいまですね、特製のカレーが到着いたしました。ちょっと見てこれ、これね、ラスカルと可愛い文字もチーズで書いていただいております。それではね、まあ、いろいろトッピングは食べながら紹介するとして、いただきたいと思います。いただきます。ちょっとひとまずやっぱカレーなんで、混ぜずにちょっとね、これいただきます。あ、うまっ。やっぱカレーっていいですねうまっ。で、ね、店名にも飲めるカレーハウスとあるように、結構ね、こうサラサラめではあるんだけど、しっかりとね、これご飯に絡みつくような感じで、めちゃくちゃうまいです。早速なんだけど、お店おすすめのね、これ三元豚のカツと一緒に、ちょっとカツカレーでいただきます。うん、めちゃくちゃうまいです。三元豚揚げたてのカツ、なんでこんなうまいんだろうねちなみにね、ご注文される際は揚げたてで提供いただけるので、今書いたんだけど、大体8分ぐらい、お時間いただくみたいなんですけど、ぜひね、この揚げたてのカツ食ってください。うん、まいうん、揚げ物も食べていかないとカレーがなくなっちゃうんで、まずこれエビフライですね。うまっ、うまっ。しっかりカレーに浸してもこれ絶対うまいですね。うまなんだ、これチーズとね、カツ全部合わせてよ。うん確かにね、このカレーはもう店名通り、ほんと飲めるカレーですね。うますぎる。で、ちょっとカレー屋さんには珍しいトッピングだと思うんだけど、これトントロトッピングとかもありまして、これ珍しいよね。ただね、この絶対トントロの油がカレーライスにね、合うと思うんだわ。あ、ありがとうございます。あ、らっきょのスライス珍しいですね。ちょっと今らっきょのスライスもいただいたんで、後でね、ちょっと一緒に食べるとして、まずトントロいただきますね。
うん、豚トロ合いますね。こんな合うんですね、カレー。うまっ。豚トロちょっとまあ、試したことない人の方が多いと思うんだけど、一回これ試してほしいですね。うん、まい。本当今ね、だいぶ大食いの人たちがまとめてこの短期間にね来てたんだけど、僕もね今回の大阪旅行、大阪出張に当たってマックさんにちょっと大阪の方でいいお店ありませんかって聞いたんですよ。まあ、一発目にこちらインディーさん出たぐらいとにかくうまい。うん、うまっ。うん、そしたらこれそろそろロースカツとかも行ってみますか。うん、ロースもうまいな。で続いてこれヘレカツです。うん、あヘレさっぱりしててうまっ。うん、あやっぱね関西は美味しいものが多いわ。まあ、食べ歩きのね街とか言われるけど、ほんとねどこ行っても美味しいものありますんで、ぜひね食べ旅行皆さんも大阪でしてみてください。あとね残るトッピングはチキンカツとクリームコロッケなんで、これもね皆様にご紹介させていただきましょう。まずねこれがチキンカツ、まあ、これはね絶対にカレーに合いますね。そして僕が一番大好きな揚げ物、カニクリームコロッケでございます。これもねカレーに合うんすよ。うまっ。先ほどいただいたこのらっきょうのスライスも入れていきましょうか。うん、うまっ。いいな、らっきょう。でもね、このインディさんがあるこの本町ってこの通りあたりは結構ね、カレーの激戦区なんですよ。その中でもやっぱりこの大食いの人たちがね、ここに集まるってね、やっぱ味だと思うんですよ。これは確かに通う。本当にうまい。じゃあちょっとね、もうこれ揚げ物ラストなんだけど、まあ、好きなものなので最後まで取っといて、でちょっとね揚げ物のトッピングはさっきで最後だったんだけど、まだね1個紹介しないものがございまして、で僕の横にあるのが、まあ、温玉納豆でございますね。意外にねカレーと納豆って合うんですよ。うわうまそう。ちょっとこれいかがでしょうか。これがねうまいんですよ。いただきます。うまい。うまい。いつか僕も本当子供の頃とかにテレビで納豆が合うんですよみたいなのを見て嘘だと思って入れてみたんですけど、そっからハマっちゃいまして、まあ、インディーさんね通われてるお客様でも納豆頼んだことないよって方いらっしゃいましたら、ぜひ、ね、一度騙されたと思って試してください。マジでうまいです。僕の大好きなねこのカニクリームコロッケで締めたいと思います。うん、うまかった。あーまた
ごちそうさまでした。ありがとうございます。ということでですね、本日はこのインディーさんで飲めるカレー食べてきましたが、ちょっとね、ぜひ皆様にもこれ食べてほしい絶品のカレーでございました。一応ね、この昼の部が、カレー専門で、5時以降かの夜の部に関しては韓国居酒屋も含んでおりまして、キンパとかね、韓国料理なんかもいろいろいただけるそうです。もちろんカレーもいただけますんで、昼夜問わずですね、こちらのインディーさんで飲めるカレー味わってみてください。僕は完全に飲めました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。